俺の名はオレンジ侍。オレンジが大好きでオレンジばっか食ってたらなぜかこんな姿になってしまったんだ。みんなもオレンジの食いすぎには注意してくれよな。それで何の目的もなく旅をしていたらトカチという少年に出会ったんだ。こいつも一緒に旅をすることになった。しかし昨日の亀野郎と変なロボット、一体何の目的で。さあな。おのれオレンジ侍にトカチよ、絶対に許さんぞ。行けツインテール、次は貴様の出番だ。覚悟していろ、オレンジ侍にトカッチ。ああ、マクドナルド食いてな。そうだな。プシュッ、ああ、え、頼む、やめろ、やめてくれ。昨日もこんな感じで襲われたのかな。おい、そこの変な虫、トカッチの尻を叩くのはやめろ。全然聞いてねえぞ、あのバカ。まあいいぜ、だったら力ずくだ。オレンジソロのプシュ。助かったぜ。ああ、尻が腫れちまったぜ。この雑魚は俺に任せろ。雑魚って言うな。うん、プシュー、ダイヤー、おのれ、プシュー。今援護してるぞ。プシュー、プシュー、プシュー。そのブサイクな顔をもっとイケメンにしてやるぜ。やめろ、やめてくれ。ブシュー。さっきの虫と昨日の奴らが仲間なのは間違いないな。ああ、そうだな。一体何が目的なんだ。単に俺たちを倒そうとしてるわけじゃなさそうだな。そうだな。ツインテールの役立たずね。まんまとやられおったか、おのれ。こうなったら意地でも奴らを叩き潰してやろう。我が野望のためにもな。